そらく生活保護以下のレベルの生活しかできなくなってしまうと思います。どんなずさんな仕事をしてようが何だろうが関係ないわけですね。仕事をちゃんと取れるのであれば使う理由が全くないんですね、このサービスって。どうも皆さん、おはようございます。一ノ三章です。よろしくお願いします。本日はですね、最近税理士紹介会社っていう会社の広告をよく見るんだけど、実際税理士紹介会社ってどうなんですかっていう質問をですね、結構受けることが多くてですね、これに関して思うところをちょっと私の方からお話しさせていただきたいなというふうに思います。これ実際ですね、うち会計事務所、税理士という資格を持って会計事務所やってるんですけれども、うちにもですね、この税理士紹介会社から営業電話が上がってきたりとか、広告でもですね、よく流れてきたりするので、相当お金かけてこの会社ね、営業してるんだろうなというのは気づいてはいたんですけれども、正直ね、うちのビジネスに全く関係ないので、どうでもいいやというふうに思っていたんですが、よくよく調べてみるとですね、結構中小企業であったり、個人事業主もしくはですね、開業したての同業者なんかがですね、多大なる被害を受けているという実態が見えてきましたので、ちょっとね、無視できない話だなというふうに思いましたので、今日は取り上げさせていただいております。はい、このチャンネルではですね、こういった経営に役立つ話であったり、税金の話、それから税理士業界の裏側なんかの話も日々お話しさせていただいておりますので、ぜひね、応援してもいいよというふうに思っていただけた方はですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、で今日税理士紹介会社の話なんですけど、まずね、税理士紹介会社って何ぞやっていうお話を知らない方もいらっしゃると思うのでさせていただきます。その名の通りなんですけれども、税理士を中小企業経営者や個人事業主に紹介して手数料を得る、そういうビジネスをしている会社です。ビジネスモデル自体は別に悪くないように思いますよね。税理士事務所側からすると仕事を取ってきてくれる人で、中小企業からするといい税理士をね、見繕って紹介してくれる人ということで、別に誰も損してないじゃんっていうビジネスモデルではありますよね。もちろんね、こういう税理士紹介会社の中にもちゃんとしてるところもあると思いますが、実態はですね、ひどいところも多いので、この注意点についてお話ししていきたいなと思います。多くのね、税理士紹介会社っていうのが何で儲けているかっていうところを理解する必要があるんですが、これはですね、税理士にね、中小企業の経営者とか個人事業主紹介したことによる紹介手数料ですね。で、企業側はこれ無料の場合が多いです。ではね、中小企業からすると税理士を無料で紹介してもらえますっていうことなんですけれども、税理士側は紹介してもらったお礼として紹介会社に手数料バックしてるわけですね。それはお客さん紹介してもらったんだから手数料払う、それは当たり前っちゃ当たり前の話なんですね。それ自体は普通なんですけど、この手数料がバカ高いんですね。だいたい年間報酬額の 75% ぐらいとか持っていかれちゃったりするんですね。で、業界最大手の紹介会社でもそれぐらいの水準なので、おそらく相場がそんなもんなんだろうなと思います。つまりですね、初年度年間ねもらった顧問料のうち 25% しか手元に入らない、税理士事務所には入らないっていうことですね。なので、初年度は基本的に赤字になると思います。実際ですね、これ私も税理士紹介会社に話を聞いたことがあるんですけれども、その会社はですね、紹介いただいて契約した後6年間は紹介料として手数料を払い続けなきゃいけないんですね。で、この紹介によって得た顧問料ですね、月の顧問料が3万円に到達するまではもう全額手数料として紹介会社に持ってかれます。はい、まず3万円超えないと手元に1円も残りませんっていう話です。で、3万円を超えるとね、ようやく手元にお金が残るようになるんですが、要はね、基本の手数料が3万円ってことです。3万円超えなくて、例えば1万円しか契約してないという状態であれば、その1万円を払えばいいっていう、それだけですね。ただ3万になるまでは全額払う必要があるってことです。で、3万超えたらあと全部手残りかって思うと、そうじゃなくて、契約件数がですね、3件いくと紹介料がプラス1万になります。で、6件いくとまたプラス1万で、10件でまた1万、15件で1万、20件で1万ということで、20件紹介を受けるとですね、紹介料で月8万円を6年間払い続けるということになります。これでもですね、質がいいお客さんをバンバン紹介してくれるっていうことであれば、ちゃんとね、手元に残るものもあると思うんですね。なんですけれども、実際にはですよ、売上が数百万とか1000万とかですね、かなり零細な企業の紹介案件ばかりでですね、月の顧問料はですね、希望額が1万円以下ですみたいな案件しか持ってこないわけですね。で、その当時っていうのはですね、ほんと開業した頃の話ですね。もう開業した税理士事務所をこれ狙って営業してますんで、開業すると結構来るわけですね。で、その当時はうちも最低の顧問料3万円ぐらいっていう水準でやってましたので、3万円ぐらいならできますよっていうふうに言うんですけど、その金額じゃ高すぎるって言われてしまうわけですね。3万円で高すぎるってそんなもんなのかなって思ったんですけど、さすがに1万円では受けられないので、お断りし続けるっていう話ですね。で、これね、仮に本当にその月1万円のお客さんを紹介を受けたやつを契約していった場合どうなるのかっていうのをちょっとね、考えてみると恐ろしい結果になるんですけれども、例えば1万円の顧問先ね、10件受けたら10万円入ってくるわけですね、月。
でも10件受けると手数料として月3万円プラス1万円プラス1万円プラス1万円の3件6件10件のね3万円プラスされるので月6万円の紹介手数料払わなきゃいけないんですね。要は10件お客さんを見て月に残るの手残り4万円ですっていうのが6年間続くってことです。やばくないですか。10件のお客さんを毎月見ていってですよ、4万円しか手残りないんです。これは結構地獄ですよね。で20件紹介を受けた場合どうなるか、まあ、20万入ってきますねと。で手数料はマックスの8万になりますと。そうすると手残り12万ですね。おそらくですね、まともに一社一社の会社をちゃんと見ていこうと思ったら一人で担当できるのって20社ぐらいがいいところなんですね。なので、まあ、手数料払ってしまうと粗利ベースで12万円これしか残りません。まあここからね数々の経費を支払っていくことになりますので、まあ利益を出すっていうのはどう考えても不可能じゃないかなと思います。まあ自宅開業でね一人で開業して誰も雇わずにやっていたとしてもですね、おそらく生活保護以下のレベルの生活しかできなくなってしまうと思います。で従業員雇うとどうなるかって話なんですけども、まあ一人でね20社担当できる人を雇ったとしてもですよ、20万入ってきて手数料で8万払ってしまうので手残り12万ですと。12万で1ヶ月働いてくれる人っていませんので、まあ、12万で雇うっていうのは日本の法律上不可能ということですね。つまり確実に赤字になります。それでもね20社を超えてそれ以上増やしていけばそれ以上手数料は増えないので、まあ、たくさんね紹介してもらえばいつかプラスになるっていう可能性はあるかもしれませんが、そもそも手数料をもらえない先にですねこの会社が紹介してくるとは思えないので、おそらく20社を超えると紹介料っていうのは減っていくと思います。そもそも10社超えたら多分減ってくるんじゃないかなと思います。なのでせっかくね勉強して資格取って独立してこんな状態ではですね悪夢としか言いようがないですよね。でこの会社がひどすぎるんじゃないのっていう話もあると思うんですけれども、もっとマシなね紹介会社もあるんじゃないのって思いますよね。なんですがほぼないと思います。この会社もそうなんですけれども、税理士紹介会社で営業してくるところ、要はね紹介会社使いませんかっていうふうにうちに営業してくるところって、うちがどんな業務を提供してるかとか一切聞いてこないんですね。つまりどんな税理士でもいいわけです。どんなずさんな仕事をしていれば何だろうが関係ないわけですね。税理士を確保さえできればいいんですっていうことです。お客さん側はね手数料無料なので、多少ダメダメな税理士を紹介したとしてもですね大したクレームにはならないわけなんですね、無料なので。なので税理士の質は一切求めてない場合が多いです。むしろねお客さんにはですね、もしねこの紹介した税理士合わなかったら短期で解約していいですよってお伝えするわけですね。なぜなら短期解約の場合ですね、税理士からの紹介報酬はもう先にもらえますと。で別の税理士をまた紹介すればその人からも紹介報酬もらえるということで、短期で解約してもらった方が身入りが多くなるわけですね。なのでそっちの方が都合がいいわけです。そもそもですね前提として皆さん間違っている方が多いのがですね、税理士っていうのは誰に頼んでも一緒でしょっていう考え、これがそもそもの間違いのもとなんですね。まあ誰に頼んでも同じなのであれば1円でも安い方がいいねということになるのはまあ当たり前のことなんですけれども、同じわけがないんです。税理士紹介会社の営業がどんな形で中小企業に営業をかけているかというとですね、顧問料いくらぐらい払ってますか御社はみたいな話を聞いてですね、いや月2万円ですねみたいなことを言われたらですね、2万も払ってるんですか、高すぎる、もっと安い税理士紹介しますよと言ってですねお客さんを取ってくるわけですね。でお客さんは税理士への顧問料ってコストとしか思ってないので、あもっと安いとこ紹介してくるんだよやったーっていう風になってるわけです。ですが安かろう悪かろうになるのは当たり前の話でですね、税理士事務所も一民間企業なので利益を出さなきゃいけないわけですね。安い報酬でどうやって利益を出すかって言ったら、もう売上が少ないなら経費を削る以外に方法はないんですね。でも経費の大部分って人件費なので単価が安い人を雇う以外に方法がないわけです。まあ、こちらの動画でですね会計事務所の収益構造については解説しているので、そちらも合わせて見てみてください。やばさがわかると思います。実際ね最近広告でよく出てくるベンチャーライフっていう税理士紹介会社があるんですけれども、そこのホームページ見るとですねご丁寧に報酬料金表まで出ているんですね。それによるとですね決算料ゼロで、売上1000万だと月1万の顧問料、年間12万ですね。売上が3000万だと1万5000円、売上5000万だと月2万で、売上1億円だと月3万の年間36万、これが相場らしいです。その顧問料で何が含まれているのかって話なんですけど、これも細かく出ていてですね、来所または訪問での相談、電話メールでの相談、税務書類の作成、適時月次資産表の作成、決算報告書の作成、各種税務申告書の作成及び提出の代行、総勘定元帳の作成、税金納付書の作成などだそうです。何でもかんでもやってくれてこの値段ということですね。まあ確かに安いと。でも本当にねこんな料金設定の事務所がですよ、適時な月次決算なんてできるのかっていうのはかなり疑問です。まずね税理士本人がこのね単価のレベルの仕事をするわけがないので、まあ、こんなことやってたら本当にワーキングプアになってしまいますので、
ので、まあ、税理士本人がやるっていうことはまずないと思います。じゃあ従業員に任せようってなった場合ですよ、仮に年収300万円の従業員を雇ったとします。まあ、ボーナスがね、年間で月の3ヶ月分だとすると大体月給20万ぐらいになると思います。まあ、大卒初任給の平均以下ぐらいの設定、給与設定ですね。まあ、それぐらいの人に担当させたとしましょう。じゃあ1日8時間で月20日、まあ、月月間160時間の12ヶ月で年間で1920時間働いているとします。まあ、そうするとですね、年収300万だと時給が1562円になります。で、人を採用するとですね、大体給与の額面の 1.5 倍から2倍ぐらいのコストがかかってきますが、まあそれは無視してですね、まあ原価として1500円かかるとしましょう。で、会計事務所の労働分配率っていうのは大体 30% ぐらいです。つまりね、粗利、まあイコール売上になるんですが、まあ、このうち人件費に当てられるのは 30% ぐらいというイメージですね。なので、まあ、利益を出そうと思ったらそれぐらいの水準に抑えなきゃいけないと。そう考えると1時間あたり売上がですね、4500円上がらなければいけない計算になります。売上1億円の会社だと年間で36万円の顧問料になりますので、4500円で割るとですね、1社にかけられる時間は年間80時間です。月にすると 6.6 時間。この 6.6 時間という時間で先ほどの作業を全てこなさなきゃいけないということです。もしね、月次での訪問が含まれているとするならば、作業時間はほとんどゼロみたいなもんになると思います。しかもこれ、所長税理士のチェックみたいな時間は一切考慮していないですからね、まあ、かなり無理がある値段設定だと思います。しかもこれ、年収300万の新卒レベルの設定なので、もっとね、年収レベルを上げていくと、まあ、さらにかけられる時間というのは減っていくと思います。要はね、税理士事務所側からするとですよ、紹介会社から仕事をもらって利益を出すことはほとんど不可能だということです。ベンチャーライフの紹介料がいくらかは出てないので分かりませんけれども、一般的な水準でね、まあ、紹介料として年間報酬額の 70% 取られるとしますとですね、仮に36万円の契約だと、まあ、最初に 70% の25万2千円を取られるわけですね。そうすると年間手残り初年度10万8千円です。これね、まともな税理士事務所がこのサービスを使うと思いますかっていう話ですね。うちは 100% 使いません。そもそもこの金額水準の仕事は受けられません。まともな仕事できなくなるので。さらにですね、紹介会社を使うってことは、その紹介会社への報酬も払わなきゃいけないということで、正気の沙汰じゃないということですね。もう価格を相当下げても仕事が全く取れないような事務所、もしくは開業したてでなんだかよくわかんないっていう事務所しか使わないです、こんなサービスは。仕事をちゃんと取れるのであれば使う理由が全くないんですね、このサービスって。実際私のね、周りの税理士仲間でちゃんと営業してね、利益出しているところでこんなものを使ってる会社は一社もないです。もちろんね、こういう紹介会社を使って単価の高い質のいい仕事を紹介してもらえるっていうのであればですよ、使うメリットはあるかもしれないですが、紹介会社の売り方がですね、ほとんどコスト削減という名目でしか売っていないので、まあそれは期待できませんっていうことですね。なので税理士紹介会社っていうのが、この税理士業界の質の低下の一因になっているのはもう間違いないんじゃないかなと思います。まあこれ以上はね、ちょっとやめておきますけれども、経営者や個人事業主の皆さんはですね、真っ当な経営判断ができるようになる必要があるのかなと思います。私は結構普段生活している中でもですね、まあ、何をするにしてもこれってどういうビジネスモデルなのかな、どうやって利益出してるのかなっていう考えるね、なんか癖がもうついちゃってるんですね、職業柄。まあ、そういったことを普段考えていることによって経営者の方へのアドバイスにもつながるわけなんですけど、経営者の方もですね、そういう風に考える癖をつけた方がいいと思います。税理士の顧問料なんてですね、1万から3万が相場なんだから、それでできないのはおかしいでしょっていう風に考えられている方もいるんですけれども、そうじゃなくてこの値段でどうやってやるんだろうっていうところまで考えていただきたいんですね。1万の顧問料でこの会社どうやって利益出すんだっていう、そこまで考えた上で契約していただきたいんですね。まあ、実際賢い経営者の方はパートを雇うより税理士事務所に頼んだ方が安いから顧問お願いしてんだよっていうふうに言ってますからね。まあ、そういう事務的な作業を外注するっていう意味合いで、まあ、割り切って使うのであればいいんですけども、そうじゃない経営のアドバイスをちゃんと求めたいんだみたいなことを求めているのであればですよ、1万円の人に果たしてそれできますかっていうのはよくよく考えてみていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上になります。普段ね、このチャンネルではですね、こういった経営に役立つ話であったり税金の話をさせていただいておりますので、少しでも役に立ったということであればですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。